い、自営業専門税理士川南です。本日の動画では確定申告シーズンということで、前回は年金受給者の方の確定申告について解説をしたんですけども、今回はふるさと納税、要は寄付金控除についての確定申告書の作成の方法について動画で解説をしていきます。私はオンラインサロンの運営と、またその他 SNS は TikTok、インスタ、Twitter、また Voicy も始めてますので、そちらの SNS 概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひ合わせてよろしくお願いします。また本を2冊出版しています。自営業フリーランス向けに必要な情報が1冊にギュッとまとまったこちらの本と、またインボイス制度についてわかりやすくまとめたこちらの本出ておりますので、どちらも Amazon または書店の方でチェックしてみてください。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の動画、確定申告作成ということで、ふるさと納税について解説をしていきたいと思います。こちらはふるさと納税をした方で、確定申告どうすればいいの、どういう風なやり方をすればいいのっていう方向けの動画になっておりますので、ぜひ動画の方最後まで見てください。まず最初にふるさと納税はということで、確定申告に必要な基礎の知識を紹介します。はい、本日に必要な基礎知識ということで、まず1つ目、ふるさと納税の確定申告について知っておきたいこと、こちらです。まずワンストップ特例制度というものがあります。これはですね、会社員の方などで確定申告自体毎年ねしないよっていう方は、ふるさと納税で寄付金控除を申請した場合、このワンストップ特例制度というのを使いますと、確定申告をしなくていいですよ、申告不要ですよというふうになる制度になります。ですので、こちらに該当するっていう方は確定申告書の方をね、そもそも作成しなくていいよということになりますので、そちらの方チェックしてください。その代わり気をつけたい点があるんですけど、このワンストップ特例制度を使うには条件があります。まず1つ目、事前に届出が必要です。これは寄付金控除の証明書が自治体から郵送されてくると思うんですけど、この郵送の中に一緒に入り込んでいる場合がほとんどです。これを返信しないといけないんですけど、これが1月10日が締め切りとなっておりますので、間に合ってない方は確定申告をしてふるさと納税の寄付金控除をすることになるので、申告が必要となります。もう1つ要件があります。こちらが1年間に5自治体内であればワンストップ特例制度が使えますよってことになりますので、昨年22年度にふるさと納税をした件数が5自治体以上ある方は確定申告が必要となるということになりますので、こちらね、5自治体以内というふうになってますので、お気をつけください。そしてその他もしなんですけど、医療費控除など他に控除項目があれば、もちろん確定申告自体必要というふうになってきますので、勘違いのないようにお願いします。また自営業フリーランスの方も基本的に確定申告は必要な方が圧倒的に多いので、確定申告自体は必要となりますので、間違いのないようにお願いします。そもそもこの確定申告というのはですね、会社員の方などは年末調整というので、一度税金の方は計算が会社の方で終わってるはずなんですね。その年末調整でできなかったもの、例えば医療費控除やふるさと納税をしたというものは会社の方の年末調整ではできないよということで、確定申告で対応するということになります。ですので、年末調整ではできないものは確定申告で基本するというふうに思ってください。また年末調整の時に間違えていた、会社に申請したんだけども、実はね自分のミスで、もしくは漏れていたものがあったら、修正や訂正もこの確定申告をすることで対応が可能ということになります。そしてこの確定申告書のデータというものなんですけど、これは税務署の方に提出することで、さらに自動的に市区町村にもデータが共有されるということで、ふるさと納税の申告をすると、住民税の計算の際に税務署から届いたデータを反映して住民税が下がるという仕組みになっております。以上が本日に大事なところの基礎知識になりますので、しっかりと復習をして、自分が該当するのかしないのか、自分はワンストップ特例制度申し込んでるのか申し込んでないかなどなど、しっかりとチェックをしてから、次のねスライドの解説の方へ挑んでください。はい、それでは早速令和4年度のふるさと納税の仕方、動画で解説していきます。はい、こちらが令和4年分の確定申告のトップページになります。もうね公開されてますので、還付申告の場合はもうねスタートしてできますので、皆さんぜひお早めに取り掛かってください。そしてこちらが実際の確定申告書作成コーナーのトップページになります。こちらから作成開始をまずクリックして、次のページに飛ぶとこのようなページが出てきます。何でね提出をしますか、スマートフォンを利用して e-tax をするのか、パソコンでカードリーダーを利用して e-tax をするのか、いろいろね聞いてきます。こちらの方法については以前動画で解説をしてありますので、こちらの動画、初めての確定申告事前準備編
んというので確認をしていただければと思います。今回の動画ではスマートフォンを利用してイタコスをするというのを選んだという前提で進んでいきます。そうすると次このような画面に飛んできます。令和4年分の申告書も作成するんですけど、まずどの申告書をしますかということで選ぶことになります。会社員等でふるさと納税してるって方はこの赤いところ丸書というのを選んでクリックして進んでいってください。じゃあね、この決算書収支内訳書はどういう方が使うかというと、これは自営業フリーランスなどなどビジネスをされている方がこちらの方をクリックして進んでいくことになります。はい、それではね、次のスライドへ行きます。はい、こちらの作成画面、次のね先ほどのところ進んでいただくとこのように表示が出てきます。マイナポータルを連携する方はこちらをクリックしてください。今回は連携しないで作成申告書を選んだという前提で進みます。そしてこちら選びましたら次へ進むをクリックすると次のページに行きます。こちらご利用のための事前準備を行いますよというような画面になります。こちら何をしているかと言いますと、事前セットアップと必要なものをダウンロードしていくってことになりますので、順番にインストールが必要なものはインストールの方よろしくお願いします。またご自分が使っているパソコンやスマホが対応しているものかどうか、推奨環境というものがありますのでこちらの方をご確認ください。ここのダウンロードについてね、詳しい解説はちょっと省いて次のスライドへ進みます。はい、次の作成画面の方クリックしていただくと、まあ要は事前セットアップと事前準備が終わった状況で進んでいただくと、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取りという風なね QR コード出てきますので、こちらの QR コードで読み取ってください。詳しくねこちらの方に少し解説載ってますのでご確認ください。そしてこちらマイナンバーカードの方を読み取っていただくと検索完了が出ます。そして住所と検索が完了しましたというので、この OK ボタンを押して次へ進んでください。ここね注意点あるんですけど、マイナンバーカード方式利用が初めての方については利用開始画面が表示されるので、画面の案内に沿って利用開始の手続きを行うようにしてください。はい、それではこちらがね先ほど言ったマイナンバーカード方式の利用開始の画面になります。利用者識別番号暗証番号を持っているって方はこちらから進んでいただいて、初めて e-tax を利用されているこちらをクリックして各自進んでいってください。そして進んでいっていただくとこのような画面になります。トップ画面から最初のスライドのところですね、事前準備、ここで事前のセットアップと終わり、ここの画面に来るはずです。そうするとこちらの画面で次へ進むというのを押していただいて、次の画面がこのように出ます。申告される方の生年月日を聞いてきますので、こちら入力がねされてない場合はしてください。去年ね電子申告でしたという方はこちらもうすでに入力されている場合は合ってるかどうかの確認をお願いします。そして今回ここのね申告内容に関する質問というものが出てきます。基本的に会社員の方などでふるさと納税のみの確定申告をするという方はこちらのはい、いいを選んでいる通りになるはずです。ですので申告内容に関する質問については以下の通り回答を選択することになるかと思います。そして選択ができましたら次へ進むをクリックしてください。この質問ね一つでも答えないと次に進めなくなってますので、必ず全問確認をして進むようにしてください。そして次に進んでくるのがこの作成画面、このようなページが来ます。収入金額、所得金額の入力の画面に来ます。何を入力するのかと言いますと、まずご自分のね稼いだ給料、1年分の給料の年間の情報を入力します。この入力した給料をベースにして、こっからふるさと納税をすることでいくら節税できたのかというような計算をするというイメージで今後ねスライドが進んでいくと思ってください。そして所得を選ぶところになりますので、皆さん会社員の方は給与所得に該当しますので、この給与所得のところから入力するっていうのを選んでクリックをお願いします。所得は他にもいろいろあって、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得というように分かれております。該当される方はこちらの方から進んでください。今回の説明ではね、会社員の方がふるさと納税をした時のバージョンで解説をしてますので、給与所得を選んで入力するをクリックお願いします。そうするとどういった画面に行くかと言いますと、こちらの画面になります。こちら給与等の支払い者から交付された源泉徴収票の入力ってなるんですけど、これ皆さんがお勤めの会社などからこのような給与所得の源泉徴収票というものがもらっているはずです。もしくはダウンロードする、要はね会社のパソコンのところにログインしてダウンロードして入手するという場合もあるかと思います。これの何を使うかというと令和4年分を使います。こちらの用紙を見て基本的に同じように入力をしていくという風にイメージして次のね解説の方へ進みたいと思います。そしてねデータで交付された源泉徴収の入力ですか、はい、いいえって聞いてきますけど、今回はデータではなく手元にこちらを用意して見ながら入力するという前提で進みますので、いいえ
家を選択します。そして次のところで実際の入力画面に進みます。この入力するっていうのをクリックすると次のような画面に切り替わります。はい、こちらです。こちらが源泉徴収票の入力画面、実際のになります。これは先ほど皆さんがね手元にもらっているであろう源泉徴収票を見ながら指示の通りに入力をしていってください。支払い金額はここのことですよ、1番2番3番4番というふうに番号が分かりやすく振ってありますので、これの順序に沿ってアナウンスに沿って入力をするようにしていってください。というわけで皆さん源泉徴収票を見ながらこちらの指示アナウンスに従って入力の方をしていただくと確認画面が来ます。こちらの方ですね、確認画面が来ます。内容を見てここですね、ここの入力内容の一覧のところに今先ほど自分が入力したものが出てきます。要は自分が働いている勤めている会社、住所、そして支払い金額、要は給料いくらでしたか、源泉徴収額はいくらですかっていうのが出てきますので、こちら確認して次へ進むをクリックしてください。ここでですね、その前にエラーが出たとか入力の内容が合っておりませんみたいなエラーが出ていましたら、もらっている源泉徴収票をうまく入力できてないってことになりますので、どこか間違っていますので、必ずねどこか間違っているのかもう一回やり直しながらチェックの方をしてみてください。必ずどこかが間違っているので修正訂正をして次へ進むを押してください。そしてそうすると次こちらの画面になります。こちらでもね最初に見たように給与所得のところを入力するってあったんですけど、今入力をした段階なのでこちらの表に数字が入ってくることになります。でこちらの方を確認したら入力終了ということで次へをクリックしてください。そうすると次所得控除の入力の画面が来ますので、ここでいよいよふるさと納税、自分のしたふるさと納税の内容を入力するということになります。じゃあ何を選ぶかというと控除の内容を選びますので、ふるさと納税は寄付金控除という項目のところから入力をします。ですのでここに赤枠で表示されている寄付金控除のところの入力するをクリックして、次から自分のしたふるさと納税の入力が始まるとイメージしておいてください。そしてこちらを入力するをクリックするとこのような画面が出てきます。こちらのところの入力するというね赤枠を選びます。こちらを入力するを押すと実際の寄付金控除の証明書に似た画面が出てきます。次のスライドで解説します。こちらもう一つねポイントあるんですけど、このふるさと納税の寄付金控除の証明書っていうのをデータで交付するっていうことが今できるんですね。でデータで入力する場合はこちらからはいを押して次へ進むとデータを連携することができるんですね。こちらどういうことかというと最後のまとめで解説するので、ここではねそういうデータの入力があるっていうことを少し頭の片隅に置いといてください。今回は手元に用紙があってそれを見ながら入力するというバージョンを解説していきます。そして入力をすると押すと次の画面に切り替わります。こちらが入力画面になります。寄付金控除等の特別控除の入力ってことですね。こちら何を見て入れていけばいいかと言いますと、この画面1件につき1つのこのような寄付金控除証明書が届いていると思うので、こちらの方を見ながら同じように入れていきます。上から順番に寄付年月日があります。ですのでこちらは証明書を見ながらいつ寄付したのか年月日を入力してください。そして次ねこちら選ぶところがあるんですけど、このプルダウンリストからこちら赤字であるようにこの過去ふるさと納税などを選択して進んでください。そしてこちらは都道府県に対する寄付なのか市区町村に対する寄付なのかを選んでください。これも控除証明書にね書いてあるかと思います。そして控除証明書にあるこの都道府県、県と何々市や何々町というふうにね記載してあるかと思いますので、寄付金控除の証明書を見ながら同じ県や市を選んでください。そうすると次に入力するのは金額になります。こちら自分がね寄付した金額を入力することになります。こちら証明書を見るとねこのケースだと1万円ですので、こちらに1万円と入力をします。そして入力内容ね確認をすると次の画面に進んでいきます。ここに2つねボタンがあるんですけど、もう1件別の寄付金をしている方は別の寄付金を入力するを押すと、またもう1つ同じ画面が出てきて他の寄付金控除を入力することができます。ですのでこの画面1つにつき1枚の寄付金控除の証明書を入力すると思ってください。もしね同じ寄付金先をもう1件入力するって時はこちらのボタンを押してください。同じ自治体に2回3回っていう風にね寄付されている方も中いると思うので、こちらを押して入力をすると少しねこのあたり県と市が自動的に入ってくるので楽ですよっていうことです。全部の寄付金を入力し終わりましたら入力内容の確認をクリックして次の画面へ進んでください。そうすると次ねこのような画面になります。先ほどはここに表示がなかったんですけど、入力したものがここに出てきます。ですのでこちらを確認してください。入力
録内容に誤りがなければ次へ進むをクリックしてください。そうすると最後に確認事項として控除額を確認してくださいっていう画面が出てきます。こちらの金額が自分がね寄付したもの金額と合ってるかどうかを確認することが非常に大事になってきます。でこの金額の見方なんですけど、寄付金の自分がしたね2022年度の寄付金の合計額から2000円を引いた金額が入っておればバッチリ合ってますよってことです。要は全件漏れなく入力できましたねってことになります。今回でしたら5万円っていうね設定で考えると5万円から2000円を引くので4万8000円の所得控除というふうに出ておりますので、あ全部合ってるなということで OK を押して次に進んでください。ここでね例えば金額がずれている場合は何か入力ミスがあるかと思いますし、また何かねおかしいな今年5万円したはずなのに金額が少ないよっていう方は控除証明書がね手元に1枚漏れてたりするケースも考えられますので、しっかりね全部自分が1年間にした寄付金控除の証明書というのは全部揃えてから確定申告をしましょう。そして進んでいただくと次はこちらの画面に切り替わります。この寄付金控除のところに5万円したので2000円を引いた金額4万8000円が入ってるなっていうのを確認して入力終了をボタンをクリックします。で先ほどの所得控除のね欄なんですけど、もしその他医療費控除もしたよっていう方該当するものがあれば入力するを押して入れていく必要がありますのでお気をつけください。また先ほど入れた給料のところの源泉徴収票のところで、要は会社の方も年末調査でもうすでに生命保険控除や地震控除がねされているっていう状態で源泉徴収票を見ながら入力をね最初の画面でしたと思うんですけど、その数字がこちらにも反映されてきますので、こちらにね数字が入っている、なんかよくわからない、入力してないのに生命保険料控除に数字が入っていると思っても驚かないようにしてください。先ほど自分の給与のとこから入って源泉徴収票の内容を入れたものがここにも反映されてくるものがあります。もしその他医療費控除など別途ね申告するものがあったらこちらから入力をするようにしてください。そして次ねクリックしていくとこのような画面に飛んでくるかと思います。会社員されている方でふるさと納税をしたという方は還付金になることがねほとんどだと思いますので、この還付金の受け取り方法というのを選択します。要はどこの金融機関に振り込みしてほしいですかということを聞いてきますので、こちらの方を選択するようにしてください。ゆうちょ銀行以外なのかゆうちょ銀行なのかというように選ぶことになりますので、ご自分が受け取りたい方法を選択して記入の方お願いします。こちらの金融機関の選び方なんですけど、ご自分名義のものでしたら大丈夫です。配偶者の名前のもの名義のものに自分の還付金を振り込むということはできませんので、必ず自分名義の金融機関を入力してください。そしてこの先ね次へ次へと押しておくと印刷方法やまたね入力した情報の保存方法などなど表示が出てきますので、そちらの方指示に従って進んでいただければ確定申告の方は終了となります。そちらの方はちょっとね動画長くなりますので割愛させていただきます。はい、それでは本日のまとめになります。本日はふるさと納税の確定申告の作成の仕方について、実際のマニュアルの方の、ね、写真を使って解説をさせていただきました。最初に言ったようにワンストップ特例制度を使ってるのか使ってないかの確認は必ずお願いします。そして合計金額が合ってるかどうか、こちらずれてるとねもったいないことになりますので、控除書類の金額、証明書の金額が合っているかどうか、自分がやったな今年と思ってる金額ときちんと一致してるかどうか、まあ2000円を引いた金額になるんですけど一致してるかどうかの確認は必ずお願いします。そして先ほど言ったようにたくさん寄付されてる方っていうのは全部の入力をしようとするとなかなかめんどくさいことになります。データで取り寄せますよっていうね先ほど話したんですけど、ふるさと納税のね数が多い、件数が多いって方はぜひこちらデータを引っ張ってきて入力をすると非常に楽なのでおすすめです。私も実際にこの方法を使っております。こちらはどうやってできるかというと、皆さんがされているふるさと納税のサイト、使っているサイトがあると思うんですよ。さとふるとかふるなびとかね、そうですね、これ各サイトによってこのデータが作成できるっていう情報がね載ってますので、そのやり方に従ってデータを作っていただいて、このデータを先ほどのスライドのところからデータ共有しますかって聞いてくるボタンをはいを押してデータを取り入れると、全部の寄付金控除の証明書のデータが飛んできます。そうすると入力の負担は減りますし、またミスということがないので全部のね控除額がきちんとくるのでおすすめです。とはいえですね、このわざわざデータを作って引っ張ってきて連携するっていうのもちょっとひと手間かかりますので、ふるさと納税している件数が 1,2 件の方は今動画で解説したように手でね入力していった方が効率的かなっていうふうに思います。
はい、そしてですね、今回のスライドも国税庁の、ね、ホームページで公表されているマニュアルのものを、ね、一部抜粋して紹介をしております。私のこの動画を見ていただいて、なんとなく流れが分かった上で、この国税庁のホームページもっと詳細なマニュアルになってますので、こちらを手元に置きながら確定申告実際にしていただけるとご自分でできるのではないでしょうか。こちら国税庁のホームページのね、今回のふるさと納税のこのマニュアルについて概要欄のリンクに貼っておきますので、ぜひチェックの方してみてください。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、質問や相談がオンライン上でいつでもすることができます。これはオンライン上に税理士をね、味方に雇うというような感じで使えますので非常に好評です。これは Facebook の非公開グループを使って運営をしています。2つ目のメリットはサロンズームを定期的に開催しています。こちらはね、2ヶ月に1遍ほど開催をしてますので、このズームで直接私に質問や相談することもできますし、またメンバーとの情報交換会、要は異業種交流会というふうなね、ことでとても好評です。3つ目のメリットは税理士の裏側を公開してます。 YouTube や TikTok、ボイシーの裏側や税金や経理の新しい情報、またビジネスに関する考え方などなど、オンラインサロンのみだけに投げている情報になりますので、オンラインサロン興味あるな、ちょっと考えてるんだよね、毎回考えながらね入ってないんだよねっていう方、概要欄からオンラインサロンについての詳細については飛べるようになってますので、そちらの方から詳細の方をご確認ください。参加の方お待ちしております。はい、そして冒頭に紹介した本を2冊私は出版をしております。こちらインボイス制度の Q&A ブックということで1月20日発売です。 Amazon Kindle 版ありますので、ぜひよろしくお願いします。またこちら3回目の重版が決定しております。税理士テクトカの経理節税 Q&A ということで、自営業フリーランスに必要な経理、税金、確定申告、節税の情報を1冊にギュッとまとめた本になってますので、こちらの本も合わせてよろしくお願いします。そして YouTube へのチャンネル登録よろしくお願いします。私の動画を見ている方、8割から9割ぐらいがデータ上で未登録の方が見てるというデータが出ておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。またいいねやコメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。今 YouTube のね、チャンネル登録者数は13万人を突破しているところです。チャンネル登録してくれてる方ありがとうございます。はい、それでは今回も確定申告シーズンということで、ふるさと納税寄付金控除の確定申告のやり方について動画で解説させていただきました。国税庁で公開されているマニュアルをこの動画を見た後に手元に置いてやっていただけるとスムーズにできるんじゃないかなということで、今回ねこのような動画を作成させていただきました。今後も自営業フリーランス向け確定申告に、ね、必要な役に立つ情報を投稿してきますので、皆さんぜひお楽しみにお待ちください。それでは本日の動画以上になります。いつも最後まで見てくださってる方、ここまでね本当に最後まで見てくださってる方、本当にいつもありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。